イスラエルのガザ地区への攻撃が続く中、ガザ出身の学生がエジプトで医師になることを目指しています。故郷に戻れず変化する心境を取材しました。エジプト北部にある町ザガジル、ガザ地区から来た学生たちが多く通っています。24歳のアワド・アルバタシュさんもその一人。 My childhood dream and a family dream was for me to become a doctor. My mother suffered some disease, so she wanted. ガザ地区北部にある故郷ジャバリアに帰省したのは去年9月末のこと。病弱な母と会えたのもこれが最後となりました。エジプトに戻った3日後、イスラエルとイスラム組織ハマスの衝突が始まったのです。緑があふれた美しい景色は空爆で自宅ともども瓦礫と化しました。 I lost aunt and grandparent from my family and lost friend at least 30 person. They killed by bombing. 家族からの援助で学費を工面してきましたが、頼ることはできなくなりました。1ヶ月の生活費は以前の半分以下まで切り詰めざるを得なくなりました。家族は攻撃から逃れる中で離れ離れとなり、別々に避難を続けています。週に1回は連絡を取ってみるのですが、 No connection. I feel sad. 戦闘開始から1年が経ってもガザ地区での停戦は見通せず、戦火は周辺国にも拡大しつつあります。こうした状況を目の当たりにし、新たな決意が芽生えました。 I dream go to Europe and continue my career. But after the war in Gaza changed this. It is the duty as doctor return to Gaza help wounded injury sick people in there.ガザで医者になる。新たな夢とともに、アワドさんは今、大学卒業前の最後の試験に向け、勉強に励んでいます。